番長です。パパスです。今日は今バラバラにしていってる GRS180 クラウンアスリートさんですですね。クラウンアスリートさんのリアのブレーキパッドの交換方法、社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。よし。で、まあ、交換前にフロントでちょっとだいぶ言ってんだけど、あのブレーキオイルの量、はい、パッドを縮めた時にオイルが戻っていく分、うん、違うけど後ろは両方変えても、うん、ほんまにマックスよりちょっと下やったら、まあ、半分までいかんでもいい、まあ半分と間ぐらいかな、はい、うん、やったらまあ両方変えても溢れへん、はい、こいつは何とかな、はい、な見えたかな、うん、うん、こっちも行ってんねんけど、これピンがな、うん、まあ、これは後でしょうか、はい、まあ、両方最後にどじみず刺さなあかんから、うんうん、で、今度こいつな、はい、ちょっとほんま押してもらわんと、こっちから行こうか、はい、うん、押しながら、はい、跳ねへんよね、うんうん、押しながら、はい、うん、まあ、上からのこと、うん、あ、逃げろ、うまい、硬いやつはもう、ちょっと軽い、うん、入りにくいから、うん、後ろから叩かれへんやんか、うん、あ、ほんまやな、うん、だからまあ叩けるやつで叩いて、まあ、軽くな、うん、ポンポンと、うんうん、で、まあ抜いてもらうという、はい、下も一緒ですね、うん、いや、こいつが抜けへんかったらまあ、こういう感じで刺さってる、ね、この穴に刺さってるんです。はい、こいつをまあ一番端に抜いてもらったら、はい、これはもうフリーやからね、はい、こっち外してるから、うん、ならこのピンがまあ両方ともスムーズに抜ける、はい、で、こいつはこのパッドの内に入ってるからね、はい、うん、今見えてた、うん、なんかパッドつけてから入れるっていう、はい、ここ、このローターね、ローターが段ついてるやつは、こうやって抜けへんから、はい、じゃマイナスドライバーとかで、グーグーとこうやって、あ、出してきても、うん、出してきても OK やけど、うん、折れたりしたらあかんから、はい、ここに入れて、うん、ちょっとだけ広げてもらう、はい、ちょっとだけ広げてもらって、この段付きの分だけを、うんうんうん、広げてもらったら、うんうんうん、こんな感じですね、今、まあ、両方簡単、うん、はい、でこれも前のと後ろ、うん、違うやつがあるから、うんうん、ちょっとね、今こういう感じ、このちょっとすりてるやんか、うん、うん、で擦ってしまうと、うん、もう次に、うん、変えてもなけへんから、うん、そうだね、うん、だからパッドにこれがついてるやつを、うん、はい、買ってほしい。だいたいもう下とか上とか、うん、まあ、そのメーカーによって決まってるから、うんうんうん、これは後ろ側の下、はい、まあ、逆に両方ついてるやつもあるし、うんうん、前側に両方ともついてる、前と後ろもついてるやつ、それはまあパッドのメーカーによって様々、はい、様々な、はい、いいよ、し外してきたら、うん、はい、な、もうシムの一緒やと思うんだけど、うん、シムのこの当たりがちゃうやんか、うん、でこれも前と一緒で、はい、ゆるゆるやろ、うん、だからつけるときはちょっとここ締めてあげるな、この、うん、ここ締めて、うん、そこに、ここも締める、はい、で、こっちとかは、まあ、洗浄とかからこう、はい、きれいにしてもらって、はい、で、まあ、皿を、はい、交換する準備をして、はい、新品です、で、まず、はい、このオイルのね、この、うん、こいつをで、このピストンをずっと奥に縮めていくな、はい、うん、広げて縮める、うん、最後までね、はい、うん、でここで、うん、はい、これは大丈夫やけど、うん、この鉄の部分よりこのゴムが飛び出してる場合があるから、はい、その時にパッと入れる際にこう破ったりするから、うん、ここにエアをちょっと、うん、これでね、いい音する、膨れてる、うん、膨れてる時に、はい、
こう今は慣れへんけど、うん、遅れた時にやったらちょっとこう、はい、入ってるべきだね、うん、スラにしてもらって、はい、スラで、あと、うん、みんなこれだけで終わんねんけど、うん、ここがな、どこ動くやつがあるから、ほう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 、これちょっとゴムあるやろ、あるな、うん、ここもゴムあるやろ、これもある、うん、でこいつを外さない、はい、19、さっきのところね、こっちはなし、こっちは、うん、なし、もう外れてるはずやねんかね、うんうん、これグリスを塗ってないからこういう状態になって、はい、で結果この間ね片側だけ減るっていう、うん、うん、うまいな、全然違う、片側だけ、そう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 、うん、でこれはあの前のパッドと逆の方式で、はい、うん、でホースは十分やから、はい、こういう感じで上から外すのね、うん、でここな、ここにこのゴムのとこギャーっとちょっと濡れるだけ塗っといてもらって、うん、でまあまあ、ここシリコン系とか、はい、ここまで固かったらもうちょっとラスペネ系塗って、はい、ちょっとね、まあ、ちょっと動かして、はい、まあ、浸透してからいこうか、はい、で、まあ、これはブーツが破けてる状態になってるけど、はい、まあ、これはもうしゃあないけどな、はい、でこういう感じ中、うん、でパッドが外した時に、はい、ここがちょっと動くかどうかを確認して、はい、動けへんかったら、うん、ちょっとグリスを塗ってほしいんだけど、はい、でここを、はい、まずサビ落としてもらうね、はい、きれいに、で中は、はい、もうこの指入れへんとかな、うんうん、こういう、うん、ボルト、うん、はい、ちょっと長くせなあかんけど、はい、これをギューッとこう、うん、ぐるぐる巻きつけてもらって、はい、でこれで同じ方向で、はい、こう中をきれいに入れると、そうそう、この巻いてる方で外れへん方な、うん、でこう均等に結構やってもらって、はい、番手とかは、まあ、細かい方がいい、そうやな、細かい方がいいな、削ってしまうとガタガタするから、うん、はい、でこういう感じでやってもらったら、うんうん、ほぼ入れます、うん、はい、でまあブレパーツクリーナーとかやって、はい、最後はまあシリコングリス、はい、でこのホースがつけた時にこのフルッとなれへんやん、うん、元の位置にちょっと覚えながら、はい、でこっちは、はい、もっと丁寧にしてもらわなあかんね、うん、でこれこの場合はもう ブーツもちゃんと変えてもらって、うん、はい、中にたっぷりギャバーっと入れない、はい、でまあこっちも今まで入れてない買ったものぐらいの分まで一緒に入れてあげるっていうね、うん、はい、こっちはあの貫通やから、はい、きれいに、でここもちょっと掃除してもらって、ホースを絡めへんようにしてもらって、はい、もう削ったら全然ちゃえろ、ほんまやな、うん、でこうパッド変えた時に、はい、ボルトが入ってて、はい、これぐらい動くねんか、うん、な、うん、動いとったら OK、 はい、清掃して、はい、でグリスを塗って、はい、この中にたっぷり塗っとったらこっちに入れても出てくるから、うん、うん、このゴムが、うん、この状態、うん、うん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 、この状態で締めると、はい、ゴムを締めてしまうから、うん、そうですね、出して、うん、こっちに景品裏まで戻して入れてもらう、ね、うん、これ今ちょっとラスペネ塗ったけど、うん、また後で外すから、はい、うん、ラスペネ塗るけど、あの、はい、トルクキープとかあるから、はい、それをしてもらったら方が、
まあ、ブーツ変えてないとか言う人もいるかもわからないけど、まあ、これはブーツがないから。そうそうそう。ほんまは変えなかったで。ほんまはね。低トルクで締める人は締めてもらって。はい。テルクで締める人は。テルクで締めてもらって。まあ、正規の状態な。はい、正規の状態は、こういう感じ。高極ねんな。高極ね。これで OK、うん、これが OK なんや、まあ、普通はい、まあ、前からはこのプロテクター、はい、これは高熱やつ、うん、そうそうそう、でこれピュピュピュって塗ってもらって、当たるところにね、そうそうそう、はい、すごいね、ね、まあ、縮めてもらって、はい、で、こうして、はい、で、この当たってるところ、はい、これ、わかるみたい、これ全体当たってるね、うん、当たってないのはここだけやから、はい、ここビャーっと塗って、うん、でこの丸いところベチャーと塗って、うん、これあの、うん、穴の位置が、はい、あのちゃんと分かりやすくするために、はい、縦に入れる、縦で入ったら穴入れる、うん、横に入ったら穴が見えるっていう、はい、でこの缶はちょっと動く、はい、うん、で、はい、このパッドの中にブリスを、うん、これはまあこのプロテクターでもええと思うわ、うん、ええし、こいつだとちょっと溶けるかな、うん、プロテクターの方がええかな、熱に強いやつで、これにペチャッと塗っても、はい、通り過ぎていくから、この穴に、うん、まあ、こっちが一番初めに入れるから、まあ、この穴に、うん、あまりな、うん、塗っといて、うん、全部、うん、でこれにも全体的にビャーっといてもらって、はい、こんな感じでね、うん、真ん中にしてもらって、うん、真ん中にしてもらって、はい、入れて、こっち側からさ、うん、まあどっちでもいいよ、はい、まあ一緒に入れ持った方がいいな、うん、うん、入った、で先ほどとやね、この横に縦に入れ、これね、これが、うん、縦やったら奥まで入るからね、うん、横になる、うん、なら穴が見えてるはずや、見えてるで、うんうん、でこれ、まあ、ちょっと、うん、センターがうまいことこう、うん、いかんと、うん、あ、ちょっと待って、やっぱちょっと待って、まあ、上を先にとりあえず入れてもらう、はい、でこいつを入れなきゃ、うん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 、うん、こいつをこれがね、うん、皿のパッドはこんな感じやから、うん、この丸いところに入れる、うん、でこいつがローター側に行くようになる、うん、はい、うん、だからこいつが引っかかるな、はい、うん、引っかかるな、はい、入れて、うん、で多分サラのパッドやったら多分こう見やすくなってるはずやねんな、はい、入れやすくなってるはずやねん、うん、まあ、こんなん指で手力で入るぐらいやから、はい、穴ね、うん、あ、棒にある、うん、ちっちゃい穴、あれや、うん、だからちょっとこの対角にして、うん、こっち側で入れるとキュッとこっちになるし、はい、で今横に入れたからこれで入れへん、うんうん、入れ、うん、入れへん場合は、うん、これをちょっとこういう感じ、うん、で入れ込むな、うん、でこっちもこういう感じで、うん、ちょっと手前に寄して、ちょっと手前で穴に引っ掛けるやんか、はい、で、これを向こう側に、そういうことね、うん、これでキュッキュッと調整してみて、はい、はい、OK、うん、ピストン縮めて、うん、中古のパッド入れてるからカタカタやけど、皿入れたらバシッとなるし、はい、ここもそんなに動けへんからね、はい、うん、もうカチカチなんや、そうそうそう、はい、このパッド交換した時にこれ動くかどうか、はい、スムーズやったらもう、まあ次ぐらいにしたらいいし、うん、うん、あかんかったらもう、はい、ちょっとこうグッて、うん、手でちょっと重いなと思ったら、うん、ブリスを、はい、で、うん、交換終わったらブレーキをちゃんと踏んで何回か、うん、
で止まるまで踏んで、はい、オイルの量を見る。はい、オイルの量の、まあ、説明は大体やけど、はい、前でやってるから。そうですね、フロントの方を見ていただけたらと思います。はい、今日はこんな感じで、クラウンアスリートさんのリアのパッド交換方法をやっていきました。フロントもやってますので、よかったら皆さん一緒に参考に見てください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。